こんにちは。インターナショナルリレーションの金田です。本日は和幸熊谷についてご説明をしていこうと思います。今回の動画なんですけども、パート1とパート2の2つに動画を分けていこうと思います。でまずパート1の方なんですけども、アタッチメントと和幸熊谷のブランド説明をしていこうと思います。でパート2の方では和幸熊谷の今の時期おすすめのアイテムをご説明していこうと思います。まずアタッチメントについてご説明をしていきたいと思います。デザイナーの和幸熊谷さんが1999年春夏シーズンから始めたブランドです。アタッチメントという意味を直訳すると付属、あと愛着するという意味なんですが、服を着る人を引き立たすため、その人の魅力や内面を引き出す付属として捉え、人そのものがかっこよく素敵になってほしいという思いでスタートされたブランドです。シンプルで普遍性のあるウェアを数多く提案しており、クリーンで上品なムードへと仕立て上げています。なのでシンプルな洋服が多い印象です。どちらかというとデザインは控えめで主張が強くなく、シルエットと素材感にすごくこだわっている印象を受けます。素材は熊谷さんご本人が日本全国の生地産地を回って集めたものを使用しています。近年ではライフスタイルに近づけたラインとコレクション性の高いラインの2極に分かれています。アタッチメントを作っていく過程の中で見せたいという意識が強くなり、パリでショーを開催するため2007年秋冬シーズンから和幸熊谷という別ブランドを始動させます。そこでショーを開催するからにはコンセプトがちゃんとあって、エッジの効いたモードを表現したいと思い、ベーシックからデザインを加えて世界観を強く打ち出していくスタイルを付け加えていきました。アタッチメントよりもデザインもより一層バージョンアップさせて端正なアイテムを揃えているので、ファッション感度の若い人に向けて制作されるブランドになっています。アタッチメントと和幸熊谷の違いなんですけども、アタッチメントの方はシンプルに着る人を主役にするというコンセプトなので、シンプルなものが着たいけどちょっと他の人とは違うものが欲しいなという方にはおすすめのブランドになっております。和幸熊谷の方はアタッチメントのコンセプトプラストレンド性だったり遊びのある面白いデザインが組み込まれていますので、まあファッション感度の若い方だったりトレンディーなアイテムを求める方に向けたブランドといった感じで捉えていただけたらいいかと思います。それでは次回パート2の動画の方で和幸熊谷の秋大活躍のアイテムをご紹介していきたいと思います。チャンネル登録、評価の方よろしくお願いいたします。